韓国の国民的お菓子、セウカンというエビスナックは、韓国内では爆発的な売り上げを誇り、累積75億袋超を売り上げる大人気のお菓子だ。しかし、以前にはやめられない止まらないカッパエビセンの CM で、おなじみの日本のカルビーのカッパエビセンを標説した商品として話題になった。あるテレビ局の報道番組で取り上げられ、原材料、製法、形状、パッケージに至るまで極めて酷似していると言われていたのだが、この韓国版カッパエビセンが話題になっていた。ではどうぞ。韓国のネット掲示板にセウカンの正直さというスレッドが立っていたのでご紹介。1、韓国人スレ主。年月が経つにつれ、包装紙に描かれるお菓子の量も減っているという。シンクロ率高すぎ。韓国人の反応、クソ笑わせるよ、クク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 。それでも国産お菓子の中では値段が安い上に量が多い方だ。コスパ的にも最高だろう。コスパで言えばオニオンリングとチャガルチには及ばない。それでも良心があるので評価する。国産お菓子の中ではの右心がそれなりにヘジャである。セウカンやポスティックのようなものは最高だ。ヘジャとは良質な弁当の代名詞とされています。セウカン、チャガルチ、ポスティックが三大ヘジャ。スライセウカンがうまい、それは認める。誇張広告をしない良心的な企業である。数年前、2500ウォンでカラオケ用セウカンがあったが、量がめっちゃ多かった。まさに人間用ドッグフードであった。カラオケ用セウカンとはセウカンの大容量包装バージョン。内容量は 400g。 それ今もある。あるけど量がめっちゃ少なくなった。それ中国産である。以前はオニオンリングがコスパ最高であったが、最近はオニオンリングのチャンニョルである。チャンニョルとは、韓国のネットでは低劣なぼったくり食品を総称してチャンニョルと呼ぶようになった。オニオンリングには裏切られた気持ちだ。昔はすごく量が多かったが、最近はめっちゃ少なくなったので買っていない。セウカンはリアルにご飯泥棒であり酒泥棒。セウカンだけ食べると下痢になる。もっとも初期の包装が一番いいね。あの中の3番目の袋から買って食べた記憶がある。セウカンは日本のお菓子をコピーした製品ではないのか。セウカンは日本が元祖だろ。日本のカッパエビセンをそのまま模倣した低質お菓子を国民的お菓子としながら未だに食べているという現実。これリアル。韓国の昔のお菓子のほとんどは日本のお菓子をコピーしたものである。セウカンはまだ窒素レベルではないので評価する。お菓子自体窒素の割合は 90% である。理解できないのは俺だけか。あの画像が何だというのか。お菓子の量が徐々に減り、包装紙に描かれたエビもどんどん小さくなっている。エビが小さくなってるってなんだよ。単にお菓子の量だけ言ってんだろ。セウカンはスライセウカンには及ばない。それ辛すぎ。現在セウカンは E マートでセール販売している。価格は750ウォン。お菓子の中では最高のお菓子だ。値段も最も良心的である。あれにはシナンの天然塩が入っている。それでも他のお菓子と比べたら最高レベルである。久しぶりに食べてみたけどやっぱうまいわ。昔と味が全く変わらない。コスパも最高。量だけで言えばホーンチップの方が多い。スライセウカンが真理である。リアルにオリジナルを超えている。あれもこの前値上げされて1300ウォンになったが、相変わらず他のお菓子よりは上である。俺が小学生1年だか2年の時、セウカンは200ウォンだった。その時は何が美味しいのかよくわからなかったが、今食べてみると本当にそのうまさを感じる。じいさん、歯はあと何本残ってる。お前が寝ている時ベッドの横に置いた入れ歯を盗んで海に投げ込みたいと思う。セウカンは寝る前に横になり、
テレビを見ながら食べるのが最もうまい。セウカンは友達と奪い合いながら食べるのが一番おいしい。セウカンにケチャップをつけて食べるとめっちゃうまいぞ。左上のパッケージは日本的な感じがする。日本語をコピーしたからね。セウカン程度であれば量も多い方であって、セウカンほどのお菓子はないので評価しない。チャガルチ、スライセウカンは超最高にうまい。小麦粉の塊など食わん。セウカンを食べると口蓋が痛くなる。カラオケのつまみで出てくるセウカンが一番うまい。今ってセウカンは1500ウォンではないか。めっちゃ自動化されてるはずなのにこんなにも高く売る理由がわからん。そういえばかれこれ2年はセウカンを食べてないが、あれは日本のお菓子の盗作だ。病心野郎。盗作ではなく技術を伝授されたのだ。当時お金を払って学んだもの。日本が元祖のエビセンというお菓子があるが、味は少し違う。今のように赤ちゃんのお菓子がない頃、あれを与えた。赤ちゃんの手に一つ握らせれば長い時間をかけて溶かして食べた。赤ちゃんの手にも握りやすくなっており、大韓民国国民として生まれて最初に食べるお菓子として宣伝されていたあの透明の包装を思い出す。すべてのお菓子は中身が見える透明の袋に入れてほしい。リアル。生まれてから一度も自分で金を出して食べたことがないお菓子である。まあ実に盛り上がっていますが、日本にも大陸から来た文化も多く、日本からの逆輸入かもしれないのだが、しかし商標登録もあるのだし、これってと思ってしまうが、ここまで来ると致し方ないのかもしれない。人気なのは嬉しいが、なんだか複雑な気分になってしまった。